香川県道41号との交点付近、大内白鳥バイパスは、香川県東香川市内を通る国道11号のバイパス道路である。起点、徳島市方面より東香川市に入った国道11号は、地域北部を東から西に通っているが、同市内における一般幹線道路はこの国道11号しかないために交通渋滞が慢性的に発生し、 それに伴う事故も多発している。白鳥を打ちバイパスはこれら諸問題を解消すると、共に地域間交流や産業の活性化などを目的として、原動より内陸側に建設中である。航区は第1航区から第4航区までに分けられており、この打ち起点から佐抜東海道交点までの第1から3航区 8.0km は完成4車線となる予定である。 これにより、東バイパス規定により、香川県道10号を経由して、高松市まで間が全線4車線で結ばれることとなり、東山地域の新たな大動脈となることが期待されている。初の部分開通後6ヶ月間で、国道11号の交通事故は約3割減少し、通学路が歩道の狭い現道から広いバイパスへ移ったことにより、児童、生徒の安全性が向上した。 また、11号としての交通量は、従前と比べて7%増加したが、原動の JR 三本松駅前交差点の渋滞長は150メートルから80メートルへ約半分に減少し、原動の平行区間全体では、旅行速度が若干向上するなど効果が現れている。2016年12月9日には、香川県内初となる ICT 試向が導入される。 ありがとうございます。